たーくん1個目ありがとうございます。こんばんは。オープンありがとうございます。あれ、なんかうん、実は今日誕生日です。おめでとう。ひいちゃう。あれ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアひいちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、お誕生日おめでとう、ハッピーバーギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんはです。ハッピーバースデー、フォローしました。うさこさん恋ありがとうございます。暑いんごね。こんばんは。無事になってないですよ。無事に死亡。無事に死亡。ギフトありがとうございます。でも予約してたから歌のレッスン行きました。うん、はあ、でも決勝行けなかったんでね、はあ、練習しなきゃっていう歌がなくて困ってます。ハート音符ありがとうございます。あ、じゃこちゃんテレビに映ってた人見たよ。めっちゃおもろかった。だいぶインタビューされてて、ここあの壮行会のあれ様子流れてたんですけど見たよ。こんばんは。こんばんは。マリナ、マリナと連絡しましたよ。幕張行くからね、今月は。
会えますように。幕張に行くよ。とは言ったけど、会えるかな。マジで東京にね、行く機会減りましたから、悲しい。なかなか会えぬですね。フォローしました、ありがとうございます。迷子になった今日どこ行ってたんですか、マキさん。ハートありがとう。こんばんは。東京行ける機会減りましたね。シク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 、まあ、ラプンツェルについて調べる気持ちになった。なんで、こんばんは。イオンモールに行った。おお、イオンね。こっちが広島行きますよ。ぜひそうしていただけると助かります。お待ちしています。こんばんは、こんばんは。あ、誰も、ありがとうございます。徒歩圏ね、え、そうなの、あそこらへん。タンタンフルフル、タンタンフルル。タンタンフルフル。あと、ありがちゃん。あ、戻った。フォローしました、ありがとうございます。メタリカン、メタリカンさん、今日はですね、ロリチャビの車が届きました。ついに。わお。それを頑張って組み立てておりました、さっきまで。コン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 。こんばんは。ロリチャビさんにね、ロリチャビ免許
バギー、バギーっていうかいいね、あれをついに購入していました。ママがやばいよね。フォローしました、ありがとうございます。全部歩かしてたんですけど、まあ歩けない、犬が歩けないとかってまあ広島にはほぼないんですけどね。歩けないとこは持ってたけどそう、それをゲットすることによってどこにでも行けるようになりました。おしょい、わっしょいしょい、こんばんは。わっしょい、こんばんは。カフェとか、カフェとかにも連れてったとしても、あの乗せるとこがないやん普通に歩かして連れて行ってるからさ、乗せるとこはないけん、あの普通に椅子、人間も座る椅子に乗せてたんですよそう、それもこういう、こういうやつだからそんなに歩かなくなる、チャビーが、チャビーが歩かなくなっちゃいますけど、めっちゃ可愛い、乗してみたらそっから一歩も動かない、動きもしない感じでめっちゃ可愛かったです、最高。ハートありがとう ごきげんよう。ごきげんよう。組み立て作業をしてました。あとはパパに預けて。まだ開けてみよう。暑いので窓開放。なんか言って、ハートありがとうございます。夏ホーム、ありがとう。ギフト、ありがとうございます。タンタン、フフフ。タンタン、フルルルル。タンタンタン、タンタン。なんか見る、めっちゃ知らぬ間に噛まれてるんです、いろんなとこ、カニ、ここにもあった、
絶対に徳島でやられました。徳島畳の楽屋だったんですけど、蚊がえぐいほどいてですね。そう、大変でした。本当に次から次へと出てきて、なっちゃんとかが退治してくれたんやけど、次から次へと来て、なんか噛まれてる。最悪でした。しました、ありがとう。1日3食カフェしたの。すごい甘党やね。強い。まだ開けても暑い。外の空気を入れても暑い。てなかったか。すごい、ありがとうございます。お好み焼きとかも食べてね。汁なし担々麺とか辛麺、うんうん。ハートありがとう。来た。何？虫？ありがとう。何さ、めっちゃなんか行きたいさ、中華そばかな屋さん、中華そば屋さんあるんやけど、なんかいつもタイミング悪い。お昼の営業が2時とかまで、なんか2時とかまでで、次夜が6時からとかなんですよ。そこなんかいつもタイミング悪くて行けない。今日は3時からだったから歌レッスン、そう1時間空くやん。微妙な時間好きやないけんさ。その中華そばのためにそんな1時間前から行くほどではないなって感じ、やめたんです。
でも、これ中華そば矢吹ってとこ、ビジュが、麺のビジュがやばい。ビジュが良すぎて。チャーシューがここに垂れてる系の、美しくない？ってことない。ここに行きたいんですよ。ビジュは良くないとね、やっぱラーメン。うわ、ここに行きたいです。行きたいです。なんかウィーンって言ってる気がする、外で。怖い。ビビーンみたいな羽の音がする、外から。閉めた方がいいか、網戸をしておけ。インスタのドーナツでかくないよ。なんか、からなんか、どう思いますか？このさ、なんか一個この投稿だけ見たらさ、あんま可愛くないよね。でもこのドーナツをバーンってでかくこう見た時に、ドーナツをでかく入れたくて、ちょっとでかめにやったんやけど。どう思いますか？変。こんぐらいの、こんぐらいのサイズでもまあ良かったんですけど。なんかバヤーンって。怖い、なんか羽の音がしてる。もう閉めよ。いいよ。うわ、なんかガーッ。ガーみたいなのがおる。最悪。かわいいか。でもあんま気に入らんかったら投稿し直すかもしれないです。ちょっとこれは本当はここに行きたいやつなんよね。こうずれていくけさ、インスタって。そう、これを載せる前のこうこうこう
こうが一列になってるところがベストのところなんですけど、だからあと2個投稿してこれがこっちに行った時にバランス悪かったらちょっとやばいちょっとやばい、こんばんは。インスタグラム、ちょっとでかくしてみたけどさすがにでかすぎたかと思ってはいる。もともとファインで行く予定だったってすごっ。閉店今日やってなかった、5月の6月の営業予定出してないや。そりゃいけんね、そりゃこの人が悪いです。でもここのドーナツね、これこの上にちょんってなってるやつが可愛かったんですけど、これなかったんよ、このやつね、なかったからこれにしました。可愛い。おもかわいいって思った。どうでしょう。調整しよう。ちょっと一回見てみよう。なんか不安になってきました。インスタちょっと見た目ちゃんと、意外とねアイサもインスタ考えてますから、色合いとか。色合いと配置を意外と、こうして次に載せようと思っているやつを載してみて、いいんじゃないか。どうだ、どうだろう、どうだろうか。まあいっかまあいいよね。こうこの一個の単体の投稿で見たらディガすぎってなってあんま可愛くないと思うんですけど、こうバランス的に見たらここインパクトにしたかったから
まあいいよね。まあいいですよね。インスタフォローしてください。フォローお願いします。ハートありがとうございます。ギフト。奥が深い。マジでそう。インフルエンサーやインスタのフォロワー多い人のやっと、投稿とか難しいよねと思う。絶対に場所が撮っとる場所が都会すぎっていうのもあるけど、真似はできんにゃ。本当はこういう系のアップ顔アップばっかりとかでもいいんですよ。好きこういうアップと自分がいないやつを挟んでとかのやつ投稿もいいなと思うけど、あんまアップ載せないので、これがドアップ代表になりました。まあまあいいやね。インスタ可愛いと思ってくれてますか？私の系統を可愛いと思ってはくれてますか？ツリーってなんやっけ。ツリーアリサちゃん。どれやろ。衣装を載せないんですよ私。衣装があんま載せないっていう感じにしてたんですけど、これは載せました。可愛かったからクリスマスの投稿が続いてたし、ここら辺冬やね。レアですよ。
これまあ衣装じゃないしね、 STA の衣装ではね。からアートありがとうございます。カフェ乗せたいっていうルールもないです。カフェインスタグラムもいますからね。コスメとか乗せよっかな。はい、そう、コスメ、コスメ需要あるかな。でコスメ、コスメだけを載せてる人もいるんですよ。のいい YouTuber の方やけど、まあここまでじゃなくともいいなと思っています。たまに入れるみたいなのもいいよね。うん、こういうリールかわいいな。かわいいな。ありがとうございます。撮るのむずいけどね。撮るのむずいですけど、まあやってみたい。じゃあやってみたい。使い分けね。ねえ、TikTok がむずいですよ。
TikTok のなんかなんちょっとだけやったさ、歌 TikTok とか需要ありますかね。 TikTok 何載せればいいんやって感じではあるんですけど今悩み中TikTok その歌のレッスン2個通ってたんですけど、1個は本格的レコーディングスタジオみたいなとこなんね。そこで撮った音をもらえるんですけど、レッスン終わった時にその音を流して歌ってみたみたいなやつで流してたんですけど、そう、そこのボイトレのとこをもうどうしようか悩んでいましてもう歌唱力もなくなったしそこはもう一旦やめるべきかとも思ったんですけど、確かに TikTok の歌ってみたとかあるんならまだ行くのもまあありではあるなって思ってるんですけど、どうですか。どうでしょう。ありがとうございます。いや踊ってみたわやらないです。あんまそれだけは言える。踊ってみたはやらないです。覚えれないから。踊ってみた系始めてる人いるしね。ありがとう。ふるふるふたんたんふるふるたん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 ふるふる。ぽよです。ドラムもね。
48の曲じゃないのやってるのでそうか、 TikTok ぐらいでしか流せない、配信でとかじゃないやつやってるから、やるなら普通にもう好きな曲やっちゃってます。難しいね、使いこなすのって難しいよね。マイクありがとうございます。ありがとうございます。しました、ありがとうございます。ひかるさんありがとうございます。暑い、暑すぎるこの部屋。暑すぎるこの部屋、最悪。マイクありがとうございます。コスメね、コスメも取れたら載せようかなと思います。イエイ、楽しみに。まあ、投稿頻度は決まってないので、インスタとか載せれるよーっていうあれができた時に載せまーすので、お楽しみに。って感じです。じゃあそろそろ終わります。危ない。あ13位ひろたんたん、12位アレマサトリアさん、12位ココアリ第一期生人、10位シリウスさん、9位星みつさん、8位ひとりごとさん、7位みやりん、6位タイムファイヤーさん、5位アリンコ、4位にゃ、3位そうちゃん、2位ワンジャルさん、1位はドルルルン
ハリーの道楽さん、ありがとうございます。価格が危ない。はい、では終わります。明日も頑張りましょう。ファイティン。それではバイバーイ。